はい、皆さんこんにちは。サンフランシスコ在住の総工隆です。今日は2023年10月28日土曜日ですね。7月20日にアップロードした日本人画家の石井さんのビデオ、覚えてらっしゃいますか？今日ですね、実はオープンスタジオで、アーティストがですね、直接自分の作品を売ることができる機会があるんですけれども、今日ちょうどそのオープンスタジオの日なんで、石井さん のところへですねお邪魔して、いろいろまたお話を伺ってみたいと思います。もう約束の時間を 2,3 分過ぎてるんですけれども、多分待ってくださってると思うので、これから行ってみましょう。サンフランシスコは1年を通して一番暑いのは7月8月ではなくって、インディアンサマー、日本語で言うと小春日和っていうんですか、9月10月なんですね。でつい2週間ぐらい前まで32度ぐらいあった日もあったんですけれども、それも終わって今やっと少しだけ秋らしくなってきました。そうですね、今多分15度ぐらいじゃないかと思うんですね。はい、石井さんのお宅に近づいていっています。お邪魔します。お昼休憩、すいません遅くなりました。本当ありがとうございます。これ今撮ってるんですよ。いろいろちょっと質問を考えたんですけれども、一つの作品を完成させるのにどれぐらいかかるんですか？まあ時間的に言ったらね、そんなにいっぺんに終わるわけではないから、はい、油絵の場合はドライするのを待って、はい、でそれドライしたらその上からまた描くっていうような感じで、だからね、時には1ヶ月とかそんな感じで一つのあれはやるんですね。まあもっともっとかけてる。でも両方なんていう数点同時にそう、はい、だからこっちが乾いたらもういいです。なるほど、ね、それでまた待ってて、それでそんな感じで何枚か同じように進行してる。アクリリックはされないんですか？アクリックのはもう結構あちこちに入ってます。油絵とアクリリックの違いってどういうことなんですか？アクリルの場合は一番大きなこと違いはウォーターベース、はい、で、はい、オイルペインティングはオイル使いますよね、ペインティングの時。これもアクリルですね。はい、これも、ね、これはもうイメージでトロピカルな感じの魚とか入れてですね。あとはだいたいオイルです。これは UFO が飛んだ手が UFO ね、はい、何も気がつかない、周りに何が起こっているか全然気にしてないっていう、はいはい、それが もちろんご自分の イマジネーションからだと思うんですけれども、はい、あ、ひょっとしてお客さんが来たんじゃないかな。え、なんか話してる。Where do you live? We live next door. Oh, you live next door. Yeah. Very close by.完成した絵ですごく自分が気に入ってるから売りたくないとか。あ、それはありますよ。ある、はいはい、それとはどうするんですか？しばらくまた新しくどんどん描いていくわけじゃないですか。
しばらく持ってて、あの、手放してもいいかなとかって思ったら売ると。ね、なるほどね。もう楽しく書いてます。いいですね、でも。はい、お客さんが、少しずつ来ましたね。石井さん、一日にこの作品に費やする時間、平均して大体5時間とか。大体5時間ぐらいですね。5時間。5時間。その時の調子によっては、短くもなる時もあるし、長くなる時もありますね。でも、平均して5時間ぐらいですね。フレーミングは、とにかく値段がすごい高く、から、ね、フレームなしで売って、買った人に、ご自分でやってもらう、作ってもらう。要するにオープンスタジオですから、はい、スタジオで自分がやってる状態を見せるっていうんだよね。はいはい。で、だから、額なしっていうのは、やっぱり、一つ一つ額になんかは入れてないですね。Do you live near here, or? Yeah, I live just 2 doors up. Ah, okay. Yeah. So you knew him? Yeah, I've known him for a long time. Yeah. Okay. I think I like his still life. Yeah, I have a bunch of his still lifes. Oh, you do? Yeah, in my kitchen. There. Yeah. 今日は本当ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい。どうも本当にゆいさんもヘルプしてくれてありがとう。どうも。じゃあまたね。はい。失礼します。バイバイ。はい、石井さんのオープンスタジオを後にして、今外へ出てきたんですけれども、買った絵はですね、額に入れなければいけませんよね。そしてこっちの場合ですね、チョイスが日本と比べ物にならないくらい多いんですよ。だから一つ一つの絵に関していろんなたくさんのモールディングって言いますけれども、その型があるんですけれども、それから一つ一番ぴったりするようなものを選ぶ、これがまた楽しくってまた難しいんですよね。だから額屋さんっていうのがこっちでは非常にポピュラーなごく普通にあって、でちょっとどういう感じか見てみましょう。はい、これが額の型ですよね。絵をこの一つ一つの自分がいいと思うものにですね、合わせてみて一番ぴったりするものを選ぶわけです。はい、うちに帰ってきました。自分の持ってる絵のフレームでちょっとご説明したいと思います。例えばこれですね、この水彩画、これはですね、私がシアトルに住んでた時買ったものなんですね。で、アーティストがフレームに入れてたんですけれども、それがあまり気に入らなかったので、アーティストと交渉して絵だけを買わせてくれないかって言って、それが成立したんです。その絵をですね、フレームショップに、シアトルのフレームショップに持ってって、自分でこの楽譜を見つけたんですね。これがうまく絵に合う楽だと思ったので。そしてここの部分はですね、マットと言います。マット、これもですね、酸が入ってる分だと、その酸、このあたりのね、絵の部分が年月を重ねるにつれて、ちょっとこうボロボロに酸化していくんだそうです。なので、アシッドフリーって言いますけれども、酸を含まないこのマットをですね、三重にしてるんですよ。外側がベージュ、真ん中が黄色、一番上がグリーンですね。絵の色に合わせて。
考えて絵をフレーミングしてもらうのをですね趣味としていました。私は個人的には絵は全然描けないんですけれども、それこういうことを考えるのが好きなんですね。もう一つの例をお見せします。これは京都で買った広重の、京都にね広重の版画のなんていう公認された偽物っていうんですかね、それそういうのを売ってるところがあって、これも自分でこの額の額をですねフレームショップで見つけて、フレーミングしてもらったんですよ。そしてこれももちろんアシッドフリー、酸も含まない、これマットですね、でこれガラス張りにしています。